誰それ、の声も、IMP、が滝沢プロデュースで、第二のスノーマン、となれる納得の理由。7月14日、5月にジャニーズ事務所を退所したジャニーズジュニア内グループ、インパクターズ、が新グループ、IMP、IMP、として滝沢秀明氏が設立した、トベ、に合流すると公式 YouTube の生配信で発表された。20年10月に結成された、インパクターズ、は、佐藤新太、22、影山拓也、26、横原祐希、26、松井かなで、22、椿大我、25、元井俊介、26、鈴木大我、25、の7人グループ。滝沢が、世界に衝撃を与えて伝説を残す、という意味を込めて名付けたという。しかし、すでに地上波出演を重ねてきた、ハイハイジェッツ、や、美少年、に比べて知名度が低く、退所騒動で初めて知った、という反応が多く見られた。滝沢が名付け親となったグループといえば、大ブレイクを果たした、スノーマン、が記憶に新しい。ジャニーズジュニア時代は、デビューに最も遠い、と言われていただけに、今の活躍に驚きを見せるファンも少なくない。